ます。はい。今回はですね、はい。もう、一気にコンビということで、おう、トーキングヘッドと、はい。クラッシュを同時に語りたいなと思います。同時に戦いましたからね。はい。もう決して、トーキングヘッドだけじゃ持たないとか、そういうことしかございません。いや、そうだね。逆にトーキングヘッドの方はよう喋れそうやけどね。ああ、なるほど。確かにね。ね、本当ですね。嘘ばっかりの。本当や。結局ね、まあ、2人同時の戦いみたいなところもあったんで、まあ、そうですね、うん、はいはい、じゃあ、最初にまあ出てきたのがクラッシュの方ですか、ね、クラッシュの方なんで、クラッシュにしましょうか、はいはいはい、パラメーターね、はい、まず破壊力 D、 破壊力 D、 これがずっと意外なんですよね。でスピードが A、 A、 射程距離が B、 B、 持続力 A、 A、 精密動作性 A、 A、 あ、A なん、そうなんですよ、成長性 C という、 C、なんか意外ですよね。まあいろいろ意外なところありましたね。そうなんです。まあ、持続力 A っていうのは分かりますけどね、うん。食らいついたら離さないって感じです。確かにね。スピードだけはスクワロの状態によって変化するって書いてあるんですけれども。破壊力も A でしたっけ？破壊力 D です。D。あ、これ意外にね。じゃあないんですね。そうなんです。破壊力って意味では食らいつくぐらいですか、ね？ぐらいっていう、意外に僕これもっとあったんちゃうかなって。なんかジョジョ号に書いてるには。はい。形を大きくすればその分破壊力あるけど、はいはい、ただなるほどね、コップとか、そうですそうですそうです、洗面所とか、洗面所とかでは意外にそんなに涙ぐらい、涙も出ましたもんね。そうですね、うん、あれぐらいになると、ただ大きくすると、はいはい、攻撃の的にはなりやすいから、 そうですね、それが弱点っていうことは書いてましたね、はいはいはい、まあ分かりやすい、分かりやすいですね、まあルールにのっとってるというか、うん、なるほどなるほど、だから水があるとこ、うん、言うたら血とか涙でも、出てくることによるけど、そこまで瞬間、うん、はい、まあかちっちゃくなっちゃうという、なるほどね、はい、そして、はい、もう一つ同時に出てきました、もうじゃんじゃんいきましょう、トーキングヘッドですね、はい、これ、破壊力 E、 E、 まあそりゃそうですね、スピード E、 E、 あもう全然ですよ、射程距離 B、 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 持続力 A、 A、 精密動作性 E、 成長性 E というほとんどいいことがない、なるほどはい、まあ、唯一すごいのここへの落第ですよね、そうですね、唯一も、はい、持続力だけが A ということで、くっついたら離れない、そうなんです、これはもうスクワロが、うん、あ、じゃあティッツァーノか、はいはい、ティッツァーノが解除しない限りは永遠に、あーということで、まあ原作でも別に決して相性がいいスタンドで、あ、でどうなんだろう、だから逆にその、はい、トーキングヘッドの方が誰と組んでも動きやすい、言うたらそうですよね、別にクラッシュじゃなくてもいい、クラッシュじゃなくても、でクラッシュは逆に書いてるんですけど、はい、一人一人を仕留めるにはちょうどいいスタンドって書いてるんで、うん、そうね、まあ、チームで動いてるやつらの輪を乱すにはちょうどいいかもしれないですね、ああなるほど、あそうね、嘘で誘導したりね、トーキングヘッドでこう一人だけこう話してという、うん、そうですね、話してっていうのがまあよくできたコンビっちゃコンビですね、まあ確かにね、うん、確かに、まあでもあの物語の佳境で逆にだから親衛隊ですよね、これ、そう親衛隊なんですよ、怖いボスの、それでやっぱりああいうのを、うん、まあ確かにスタンド使い相手じゃなくても、まあ、ギャングとかやったらね、はいはい、うん、嘘つかせてなんか、あとまあクラッシュが言うてる暗殺向きっちゃ暗殺向きですからね、うん、そうですね、いきなり殺されますから、まあ、あとはもう何より本体が仲いいですから、あ本体同士がね、できてんじゃねえのかそれは、それはあのソルジェラの、ソルジェラの、まあでもそれに近いぐらいね、ねえもうなんか絡み方が、うん、見たくないでしょうね、僕たちサムネイルになってたら誰も見てくれない、いやいやうわいや、まあでも本当にそういう、まあ、さっきも言ったけど、はい、トーキングヘッドの方が使い勝手はすごいいいと思う、まあ確かに、そうですね、うん、邪魔にならないですから、そうそうそう、くっつきさえすれば、そうしかつかない、つけないようになるんで、ね、思ったことと逆っていうことなんで、うん、高城君で横顔見たら結構男前、あ、本当ですか、うん、トーキングヘッドついてないんですよね、うわいやいやいや、どういうことやどういうことやいやいやいやオチがわからない、ひどい話や、でも、うん、いやでもそういうことですよ、いや本当にね、嘘しかつけない、もう全然、いやでもまあ今のは気分はいい話ですけどね、あ、いい話だね、いやもちろん言われた、あ、なるほどなるほど、確かに、だからこれ戦闘じゃないと意味ないよねすごいですね、戦闘で本当にこっちだとか、ね、そういうまさにやらんちゃの、ああいうね、混乱させる、あれですよね、うん、そうですね、なるほど、ただかい、原作はそうですけど、昔も言いましたけど、書いてるやつもごまかせるっていう、そうそう、それがね、ね、まあ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 、まあ、ちょっと派生した、漫画の力技なんか、ね、そうですね、こう思考回路も、まあ、思ってることと違うことが発言するっていう、まあ、行動もそうですもんね、確かにそうやね、おしっことかさせられてたもんね、そうですね、あんなとこで操れるの、確か、こっちを見てくれみたいな言ってましたもんね、うん、まあまあなんか使い勝手がありそう、アニメで言ったらやっぱ声優さんの力ですよね、
ならんちゃの混乱ぶり。そうですね。あとそれ泣いてましたもんね。泣いてた。もう嫌になるんでしょうね。そう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 、精神的には追い詰められると思います。そうそうそう、それがやっぱりきついんですよね、うんうん、もうほんまに嫌になるというか、うん、人と関わりたくなくなると思うし、孤独になるんですね、うんうん、ですね。クラッシュもね、もうこうあの運河まで運べばもうこっちのもんやみたいな。いやいや、もう本当に捕まえて、まあ、あれもあれで怖いですよ。もうね、暗い疲れてこうだいぶ運ばれてましたけどね。前も言ってた、アニメ語りの時も言いましたけど、はい、死んでますよ。完全にあれぐらいやったら死んでてもおかしくない。おかしくないぐらい。頸動脈いってると思う。いってますよ、ね、多分ね。そうなんですよ。まあでも確かに飲み物にも入ってたら怖いわ。で、瞬間移動でね、パッ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 。そうそうそう。なかなか的を、ね、シュパッとやられてね。ムーディブロスでもね、あれも、うん、辿れなかったですよ。あ、そう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 。瞬間移動はね。能力ね。まあそういう意味ではなんか不思議な。まあ、なんか元ネタが噂では、はい、あのドラえもんのなんか潜水艦のアイテムみたいな。あ、そうなんですか。そうそうそう、クラッシュ、クラッシュ、へ、水たまりとかでも潜水艦行けるっていうやつ。そうなんや、うん、大きさによって変わるんですよ。あ、じゃあちょっとそれっぽいところもありますね、うん、あるんじゃないかなって。あのなぜ荒木先生、それドラえもんとかの元ネタが意外と多かったりするから、うん、なるほどね。あの、あ、不敵フィンガーズの通り抜けフープ、はいはいはい、通り抜けフープ通り抜けやつあったじゃないですか。はい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 、フラフープみたいな、はい、うん、なるほどなるほど。まあ嘘つくやつもありますしね。実は、ああ、そうですよね、うん、逆のことが叶うみたいなアイテムもあります、ね、うんうん、ああ、ありますよね、あれでドラえもん帰ってきたっていう。そうそうそう、ということで、ドラえもんの回でございます。違うドラえもんの回じゃないですよ、ね、クラッシュとトーキングヘッドですね、はい、ありがとうございます、はい、まあ、ちょっと今回はコンビで語りましたけれども、そうですね、またそういうのがあるかもしれないです。そうですね、はい、ということでまた次回は、次回うん、次回は親衛隊の春音、うん、の、ハルネのあのスタンド、あのスタンド、うん、ハルネ本体語ることはないから。そうですね、あのスタンドだけを語ります、ね、あれは恐怖のスタンドでございます。どうなるかというところで、はい、はい、したいと思います、はい、ということで皆さん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。ありがとうございます。どんなやったっけ。よろしければチャンネル登録お願いします。